見てください、このトロトロトロプル、トロプルやばくないですかこれ。ほら見て、おこげおこげ、ほら見てこれ、うまそうでしょこれ。どうもやめさん、リュウです。ということでですね、マジテンション爆上げ状態なんですけども、今回ですねコラボでございます、ローソンさんとの、コラボでございます。唐揚げくんがいますね。今回唐揚げくんがいるということは、ローソンさんとのコラボでございます。いつもありがとうございます。前回ですね、ながら食品の監修の、ホルモン焼きでですね、ホルモン焼きうどんってのを作らせていただいて、あれマジでうまかったんですけど、見てない方はぜひ概要欄に載ってますが見てくださいね。前回は冷凍の食品でやったんですけど、今回はですねローソンさんってね、チルドのねこのパックもうまいんですよ。このねパックのやつありますか。ほとんどね今回ね食べさせていただいたんですけども、全部うまいね。その中でも僕気に入ったのがこの、トロブタ角煮。なんでこんなに柔らけえのかっていうぐらい柔らかいんですよ。家で時間をかけて、角煮を作ってもこれだけホロホロにトロッと、でトロブタって書いてあるじゃないですか。トロッといくのって結構難しかったりするんですよ。なんですけども、これホロホロで、これをそのまま食べてももちろん美味しいは美味しいですけども、今回はですねこれさらに美味しくするためにですね、トロブタ角煮飯、角煮飯にすると最高に美味しいんです。作り方もめちゃくちゃ簡単なので、今回はローソンさんのこのとろ豚角煮ですね、最高に美味しい角煮飯作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。それではですね、材料紹介いきたいと思います。ローソンさんのとろ豚角煮ですね、こちらの角煮ですよ。これをね炊くとね、もうね肉がホロホロみたいな、マジでもね、このとろ豚角煮ってタレもねあるんですけども、このタレの味も生かした最高の角煮飯になる。今回ですね角煮飯は米から炊きます。はい、お米1合分用意してください。だから2袋だったら2合分ね一気にできますんで、いっぱい食べたいなっていう方は2合、もしくは3合用意していただいても大丈夫です。はい、調味料はね、概要欄に書いてありますんで、そちらを参考にしてみてください。めちゃくちゃ簡単。はい、ということで今回はねローソンさんとのコラボということですね、ローソンさんとコラボをする上で何が一番重要かといったら、やっぱねローソンさんの商品にリスペクトを持つことですね。今回は毎回差し入れしていただいてるんですけども、ゴールドマスターいただきたいと思います。ということでですね、ローソンさんの商品にリスペクトを持ちながらやっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。やっていく前に角煮飯ってものを説明していきたいと思います。角煮飯ってどういうことかって言ったら、お家で作る角煮とかを煮汁と一緒にご飯と一緒に炊き込んだものになりますね。角煮飯ってすごく好きなんですけども、角煮を作ってからご飯と一緒に炊かなきゃいけないっていうものすごいハードルの高さがあって、角煮がそもそも丁寧に作ると2時間ぐらいかかるじゃないですか。なんで僕なかなかハードルが高すぎて今まで大好きなんですけどやってなかったんですけども、それを全部解決してくれたのがこのね、トロ豚角煮なんですよ。通常角煮を作ってから、炊き込むとですね、炊き込み回せ3時間ぐらいかかるんですけども、これを使うことによって2時間短縮されます。タレがいい感じにね、かなり甘めに設定されてるんで、角煮飯とめちゃめちゃ合うんです。僕はこちらおすすめします。トロトロに煮てあるんで炊飯器で炊いてもトロトロなんです。これやるとめちゃ簡単ですから、じゃあまずですお米ね、お米炊飯器に入れちゃいます。まずね米洗う理由って米の周りが酸化してるんで、これを洗い流すためにやるんです。だから最初はさっと湯水で酸化した、ものをですね洗い流していきます。で2回すすいで、2回目すすいで、またで3回、はい、これぐらいでいいです。昔はね、もっとすすいでくれって言ったんですけども、今、精米精度が上がってるんで、そこまでやる必要ないです。調味料を入れていきたいと思います。まず、お醤油。お醤油大さじ1杯。みりんが大さじ1杯。酒が大さじ1杯。ね。うまみ調味料。これね、6振りぐらいです。はい。いつもさらっとやってるんですけども、これ6振り。はい。これで、うまみを、追加していきます。ちょっと風味入れたいんで、鰹節で入れていきます。グルタミン酸とイノシン酸ですね、こちらが、米に加わって非常にうまみが、出ます。で、ここにお水を入れていきます。1合の線までね入れてくださいね。これね線まで入れていただければ大丈夫なんです。ここでとろ豚角煮、そのままレンジで食べる場合は電子レンジで600ワット1分10秒で食べられるっていう代物なんですけども、今回は温めないです。温める必要がないからです。このままこの角煮を汁ごと、絞り出しちゃいます。はい、このデカさの角煮入ってる。これタレが美味しいのでタレ全部絞り取ってください。はい、
こんな感じですね。これがうまいのよ。塊肉とこの旨味の染みたこのタレ、一緒にご飯に炊いて、この米に全部旨味を吸収していくんですね。角煮をね、見るだけで酒が進みますね。でかい塊ってロマンですから、全部ぶち込んだだけじゃないですか。これでいいんです、皆さん。これで最高の角煮飯作れるんです。はい、で入れます。そしてこれで炊飯スイッチを押すだけです。超簡単でしょ。今までで一番簡単かもしれない。大体普通の炊飯器だと大体50分から1時間ぐらいで炊けますんで、あとはお酒を飲みながら待つだけです。はい、そういうことですね。いい感じにもう炊き上がりました。はい、オープン。おお、見てください、この肉の照り。ほらほら、こんな、これ見てください、このトロトロ、トロプル、トロトロプル、やばくないですかこれ。このね、ほぐれたね、肉が絡まったこの飯、最高にうまい。で、香り、お、ほら見て、おこげ、おこげ、ほら見てこれ、うまそうでしょこれ。これちょっとほぐして、あー、うまそうだ。持っていきたいと思います。持っていきたいと思います。このトロ豚角煮の力を 100% 信じ切ったレシピになりますんで、めちゃくちゃうまいですよこれ。全部持っちゃおうか。ご飯と一体化するんですね。これね、一口一口に全部肉がついてきて、めちゃくちゃ美味しいんですよ。肉がちょっと目立つように、骨切りとかは甘えなんで。ということで、角煮完成でございます。それでは食べます。この角煮のこのホロホロ肉がたっぷりの方、ここいただきますよ。いただきます。うまっ。マジこれ最高傑作だと思う。豚の旨味とあの調味料の旨味を全て吸い込んだご飯とですね、このホロホロのこのとろ豚角煮のね、ホロホロ感ですよ。一緒にご飯と炊き上げても全然硬くならないんですね。とろっとした脂身とね、この肉感がですね、ご飯に絡まって、この一体感がやばいわけですよ。今回はですね、ちょっとあの差し入れしていただいたということでですね、ちょっと今回これ食べさせてくれっていうので、ローソンさんの北海道産つぶ貝っていうパッケージされるおつもりがあるんですけども、とんでもなくうまいんで、皆さんにちょっと今プレゼンしたいと思いまして、ローソンさんから言われたわけじゃなくて、俺が食べさせてくれって言ったやつです。あのめっちゃ好きなんで、これお醤油わさびがついてるんですけども、うパーティーしちゃいたいと思います。はい、パーティーパーティー。これね、これめちゃくちゃうまい。小料理屋さんで出るような煮方もすごくいいし、粒貝自体もすごく美味しいんですね。料理研究家として危機感をちょっと覚えるぐらいうまいです。これ七味も山椒もめっちゃ合うんですけど、一番合うのはね、ラー油なんです。はい、うん、このうまさを共有したい。ローソンのみです、はい、ローソンで作ったものセット。そういただきます。うまっ。おお、うまい。これもびっくりした。ローソンのとろ豚角煮がいいのよ。タレが甘めに設定されてるから、ご飯とめちゃくちゃ合うのね。豚やばくない？やばとろとろだよ、ね、とろとろ。とろ豚角煮の名に偽りなしじゃね。パッケージされてる角煮でありがちなのは、圧力鍋とかでやっちゃってるから、パサついちゃったりとかもあるんだけど、ちゃんと最適な火入れをしてるから、こんだけとろとろになってる。中華風になって美味しい。うん、また全然ガラッと変わる。ガラッと変わる。ここまでガラッと変わるのはやっぱりラー油。もう本当にこれね、商品開発者さんの心意気が見えた商品だから、ちょっと食べてみて。めっちゃうまい。これめっちゃうまいよね。コリコリ感やば、うん、あの俺から食べていいですかっていう。ローソンさんにもうリスペクトしかないわこれ。こういう商品はね、もっとね出てほしい。ローソンはね、酒飲みに優しいのよ。ローソン飲み流行るよこれ。ロー飲み流行らせたいです。ロー飲み、はい、ロー飲みが最高ということで、今回はありがとうございました。これは俺ローソンさんにもうリスペクトしかないわこれ。よくコンビニですぐ出そうと思った。うーん、いやそうだよ、渋すぎるもん。渋すぎる。でも渋い層に寄り添ってくれるのがローソン。マジで食ってる。うん、いつもこれ
いや、いいよ。ほんとこれで普通、もう多分3、4本飲めるわ。小料理屋で、680円する。そうだよね。680円する。